皆さんこんにちは。今日は集まってくれてありがとうございます。滝沢ジョーの、オリジナル曲だけでのロジョライブ始めたいと思います。よろしくお願いします。はじめましての人もよかったら楽しんで聴いててください。じゃあ、1曲目は Thinking About You、 オリジナル曲でどうぞ。全曲オリジナル曲でロジョライブをやっているシンガーソングライターです。今日は暑いですけど、よかったら日陰の方からでも、ぜひ近くからでも話しかけてみてください。よろしくお願いします。理由なんてもは後付けなんだ、だいたいそうさ、君への I've been thinking about you. I've been thinking about you.
I'll be thinking about you. I'll be thinking about you. I'll be thinking about you. No, I need you, baby. I'll be thinking about you. I'll be thinking about you.1曲目は Thinking About You ね、日本語で言うと君に夢中みたいな感じのオリジナル曲でした。ありがとうございます。今 TikTok で生配信もねやってるんですけど、ちょっと今電波が悪くて切断されてるので、ちょっと一瞬付け直します。なんで電波が電波不良の、本当に今日はあのビラを持っていただいてね、ありがとうございます。あの僕あの2日かぐらい前ですね、痛風発作を起こしてしまいましてですね、あの痛風って何ぞやって言うんですけど、まあ、あの不摂生から来るツケ、が全足にも、あの足の親指のあのツケ根に全部来るんですよ。でめっちゃ痛くて、で風が当たっても痛いから痛風って言うんです。いや本当にね、あのここまで痛くなったの2年ぶりぐらいで、マジであの歩けないぐらい痛くてですね、あのちょっと歩き方変かもしれないんですが、いつももっとノリノリでやってるんですが、ちょっと今日は右足おとなしめでいきたいと思いますのでね、よろしくお願いします。ちなみに僕25歳なんですけど、あの病院の先生びっくりするぐらい、こんな若いのに痛風みたいな、22歳で痛風になりました。あの痛風の人って覚えてくれたら、あの全曲オリジナルで路上やる人も少ないけど、で新曲も毎週持ってきたりとかするんですけど、それも珍しい。しかもあのこの年でね、痛風になってるっていうのはなかなか珍しいんでね、珍しいがいっぱいのシンガーソングライター、もうそこら辺のとは違いますから、よかったら覚えてやってください。じゃあもういきなりだけど新曲いっちゃおうかな。あの3日ぐらい前に書いた新曲ね、夏ソングです。皆さん夏、今日晴れてるし夏ソングこれね、ちょっと夏ソングでわーって明るい感じにしようと思ったんですけど、ちょっとエモくなっちゃって、なんか夏 の, あの学生の頃とか思い出したりしたんですよ。ドアをこう玄関ドア開けた時にこうふわーんってこう蒸し暑い風が鼻に来て、なんかこれ学生の頃みたいな懐かしい、なんかちょっとよく夜出歩いてたんだよね。でそういうのを思い出して、で夏の、まあ、冬は寂しいって言うけど、夏、まあ、それはパリピにとっては素晴らしいけどね、僕みたいなあの陰キャミュージシャンにとっては夏って寂しいんですよ。だからそのサマータイムロンリネスという曲を書きました。曲調めっちゃ明るいんです。明るいパリピソングにしようと思ったんですけど、歌詞がかなり、もう寂しいです。もう夏の寂しさ、愛を俺にくれよっていう歌です。聴いてください、新曲サマータイムロンリネス。めっちゃカントリーの明るい感じなんですけど、歌詞はもうよく聞いてみるとエモいです。サマータイムロンリネス、何かが足りないよ、寝苦しい夏が来たのに何も変わらないよ、懐かしい夏が来たのに何も変わらない、どうでもいいと言い聞かせても涙が出る。Somebody
とセミが頑張ってる。前を向いたら街灯の明かりがまばゆい。全てを忘れて今だけ見つめて、そんな言葉より大切なもんが欲しい。週書いてます。ありがとうございます。もう全曲オリジナルで路上2時間ね、いつもあの何もなければ歌っていくからさ、まあ、ネタ切れるし、同じ人来てくれたりね、何回も来る人いるから、わまたこの曲かってなるのもさ、自分も嫌だからっていうのがあって、シンガーソングライターだしね、もう鬼のように曲書いてるんですけど、あの毎週披露してても、それでも披露しない曲もあるんですよ。ボツになった曲とかね、いっぱいあるんで、たまに気まぐれでボツ曲も歌ったりする。先週もボツ曲めっちゃ歌ったんですが、気分でね、そう、路上ならいいかなみたいな感じで、もう本当に全部正真正銘カバーじゃなくオリジナルでやってますので、ここでしか聴けない曲を見つけて家に帰ってやってください。そして今はね、 TikTok ライブ復活してて、ここから TikTok ライブを流しますので、電車乗ってる方とか買い物しながらとか、ラジオ代わりに聴いてくれたらと思います。そして、勇気を持ってね、聞いてくれた人、そして日陰の方からね、楽しんで聞いてくれてる人、もうどんな楽しみ方でも OK です。音楽は自由だからね。ということで、引き続き歌っていきたいと思います。じゃあここでちょっとバラードぶっ込もうかな、3曲目だけど今日いっぱいカメラあってね、なんかすごい有名人みたいなのもいるんですけど、全然まだまだこれからです。ただ本当に何が起こるかわからんから、ここで滝沢城ってね、見たら、おあいつやんみたいになるかもしれないからね、わかんないよね。で、今全然何でも有名でもない僕を見つけた人で、であんま売れてない人をさ、ちょっと大きな声でなんかこのアーティストを好きって言っても誰って言われるから、あんま言わなかったりするんだけど、それでも SNS とか手を挙げてくれたり、動画載せてくれたりとか、好きですとか言って CD 買ってくれたりする、そういう、人は本当に、素晴らしいなと思います。僕もそういう風に行きたいなと思います。好きなら好きと、好きなものは、ね、好きと言えるような世の中になればいいなと思って書きました。これもね、新曲だったんだけど、もう今では結構古い曲になってますね。もう2ヶ月ぐらい前の曲だね。好きなら好きと聞いてください。そして今思いを、ね、伝えようと迷ってる人がいたら、この曲でちょっと背中を押せたらなと思います。ありがとうございます。嫌われ
中央に合わせてるんだ。本当は昼が嫌い、本当は夜が好きで、好きなら好きと言えたらいいのにな、ずっと思ってるけど。僕をからかうふりはして、守ってくれてたんだね。さらけ出すのが怖いんだ、誰かの需要に隠れ、君が好きで、本当は好きすぎて、好きなら好きと言えたらいいのにな、ずっと思ってるけど。ありがとうございます。好きなら好きとでした。ありがとう。なんか、ね、指のこの間僕が本当にねちょっと体調悪くなって1ヶ月ぐらい1週間ぐらいかな、路上休んでた時期があったんですけど、でもギターも弾いてなかった。そしたら、ね、見えますか、指のねタコができちゃって、久しぶりにねこのタコできた。いつも毎日弾いてるからこのタコなんてできないのに、2週間ぐらいですね、ギター弾かなかったらもうタコできちゃってね、引っかかっちゃって、もう本当にね、 TikTok の引っかかったじゃないけど、知ってます皆さん、引っかかっちゃったみたいですね。本当引っかかって弾きにくい汗とね、ちょっとギター下手っぴかもしれませんが、そこはご愛嬌ということで、もうなんかせっかくカメラがいっぱいあるのに
手が引っかかってね、もう言い訳なんですけど弾きにくかったりするからさ、でもそれでもね誰かの心に響けばなと思います。そんなずっこけてばっかの僕ですが、もう痛風でもう靴も痛くて痛くてたまらないです。ぶっちゃけ今ロキソニン聞きません。でも、歌いたいと思います。七転び八起き、全曲オリジナルの路上ライブやってます。竹城と言います。少しでも興味あったらぜひ TikTok ライブ、そして、影の方で見てやってください。聴いてください。七転び八起き。何度もつまずいて、それでも起き上がろう。今日も多分泥だらけだけど、君は輝くから。ありがとうございます。七転び八起きでした。ありがとう。